こんばんは、来てくれてありがとう。スタンスチスチありがとう。見て、前髪が めっちゃ変なんだ、今日。やばくない？この前髪だから止めとる。そう。だから止めとります。今日ね、ずっとね、前髪がおかしいんよ。そう。結構芸術系前髪してるよね、今日。そう。いや、芸術系前髪なので、おでこが 嬉しい。そう、おでこはね、あんまり出さないんですけどね、いろいろね。あら、嬉しい、似合ってるよって言ってくれて嬉しい、ありがとう。おでこ出しです、今日。おでこかわいい。おでこも喜んでおります。さっち、こんばんは、来てくれてありがとう。さっち、さっち、ありがとう。さっち、来てくれてありがとう。おでこ綺麗。え、嬉しい。ありがとうございます。さっちゃん、さっち、ありがとう。ひーちゃんがチキン南蛮優勝つけます。さっちゃん、あ、え、そう、あのね、ひーちゃんがさ、チキン南蛮さ、の配信しとるの見てさ、あれ、でも自分もご飯作る時間だったからさ、一回切って完成だけ見ようと思ったんだけど、ゆっくりご飯食べてたら、もう終わっちゃってた、配信が。どんなんだったの？美味しそう、食べたかった。で、ちなみにさっちは今日は豚汁と納豆卵かけご飯です。はい、朝ごはんみたいな。夜ご飯をね、よく食べるんですけど、はい。そうなんよ。さっちさ、こっち来てさ、揚げ物さ、したことないんやけどさ、ひーちゃんはさ、揚げてた？でもチキン南蛮って揚げるよね、確か。焼き揚げかな？どっちか分からんけど。揚げてるんだったら、すごい、そっち揚げ物できないんだよね。できるけどさ、あ、少しの油で、なるほどね、そっちのタイプね。そう、揚げ物、そうなんよ、片付けとかがさ大変やからさ、あんまりやりたくない 揚げ物は。そう、こんばんは、さちさん、さちありがとう。フライヤーね、確かに。それがいいよね。そう、油跳ねもすごいし、結構大変だということか。あ、ちなみにさ、このピンはね、さ、この前 X にさ、さっちがあげてたやん。クレーンゲームで取れませんって、それを話したらさ、かすみんがくれました。スーパーで買ったらいい。でもそうだよね、揚げ物とかはさ、わかる、スーパーで買おうってなるよね。かすみありがとう。そう、かすみありがとうという感じで。そうなんですよ。こんばんは、来てくれてありがとう。こんばんは、来てくれてありがとう。ね、もうかすみね、ポケットにね、このピンのね、種類もね、5個ぐらいね、いろんな種類をポケットに入れてね、なんか幼稚園 なんかさ、小さい子がさ、宝石とかをさ、ポケットに入れてさ、こう出す感じで出してるの。そう、それぐらい持ってる、か
ハスミもいっぱい、このピン止めの種類を。そう、てか桜だ、桜が降ってるね、綺麗だ綺麗だな。あ、ブログ更新しましたので、はいぜひ見てくださると嬉しいです。とっても、そう、かすえもんなんですよ。そう、さっち今日もありがとう、初見です、来てくれてありがとう、こんばん、来てくれてありがとう。あ、明日お話し会参加します、嬉しい。はい、明日3月23日お話し会、佐川咲さんのオンラインお話し会がございますので、皆さんぜひ、当日券ねございますので、皆さんぜひ来てください、お願いします、お話ししようね。明日当日券もありますので、 ST48 キャラアニで検索していただいて、はい、見てくださると嬉しいです。サッチーのお話し会に来てくださると嬉しいです。お、押し増ししてくれますか。しましして来てください。当日券もございますので、ぜひぜひ、こんばん、来てくれてさちさん、ステッチありがとう。悲しいバリとは全然違うよ、寝て仲いなくて起きてる、ここでずっと歌ってるのに私何も気づいてない、じゃあここにいる私は、だってとても可愛いです、嬉しい。サチ来てくれて、サチサチサチありがとう、サチサチありがとう、嬉しい、可愛い、ありがとう、こんばん、来てくれてありがとう。サチサチサチありがとう、なんか言おうとしとったんやけど忘れちゃった。そう、もうすぐ桜の季節ですね、桜の季節ですね、もう咲いてるとこもあるんかな、分からんけど、幽体離脱の歌詞がいまだに意味わかりません。あ、これね、やからなんかね、まだみんなとあんまり話したことないんだけど、みんなって、あのメンバーのね、みんなと、でもしたよ、サッチは歌詞解説自分の中だけどそう、お花見行くの、お花見は今のとこ予定はなしでございます。てか、そう、広島がさ、どこが有名かわからんのよ、やっぱり毎年桜見に行ってました。そう、見に行ってて毎年お花見してたの。でも今年はどうだろう、しないかなって感じ、どこがいいかわからんあのどこでするのがいい、あのなんかどこで咲いてるのとかがあんまりわかんなくて、平和公園、確かに確かに、でもね、そうよね、どうしようかな迷ってる感じです。そうなんや、まあ来てくれてありがとう。いや、やっぱね、桜はミントよね、毎年ね。なんか誰もわからない。昨日アベマちゃんと見てた。昨日アベマみんな見た？サッチは出てなかったんだけど。サ
じゃ出てないけど見てた。めっちゃ面白かっためっちゃ好きだった。さっちゃんスチッチありがとう。ごま来てくれたよ。さっちゃんスチッチありがとう。さっちの絵心はどんなの。いや絵心はね、まあ自信はないけど、絵心はねなくはないよなくはないけど、運動能力はちょっと危ないですね。逆立ちはしてるんだけど、お家で。あ、これね、変な人とかじゃなくて、逆立ちをするとなんかむくみ軽減らしくて、なんかあの血行が良くなるみたいですよでもしすぎると眼圧が強くなって、ちょっと 目に悪いんですけど、30秒ぐらいだったらすごく体にいいみたいで、逆立ちはできるんですけど、ブリッジはできるかわからん。そう、スキップはできるよ。スキップはできますよ。あとね、逆立ちはなんか体幹も鍛えられるみたいな感じで、さっちは聞きました。調べましたか。そう、お家で逆立ちしてますそう、こんばんは。ちょっと今日目が痛くなる。さっちだよ。ハート。逆立ち画像ください。絶対やだ絶対やだよ。サチさん、スチッチありがとう。大丈夫だよ。ここにいます。曽川咲はここにいます。スチッチさん、スチッチありがとう。逆立ちでも可愛くないよありがとう、そう言ってくれて。こんばんは、スチッチさん、スチッチありがとう。ひょっこりさっち、そう、ひょっこりさっちだった。戻ってきました。ブリッジ、記憶上にはないですね。した記憶は。サチさん、スチッチありがとう。サチ登場。そう、サチ戻ってきました。ありがとう。スチッチありがとう。真顔のジェットカッター、どうだろう。いやー、どうなるんかね。クフフフ、どうなるんだろう。こんばんは、来てくれてありがとう。まかりでお話しか、なんでサッチ歌うとき意外から消えるの。それね、言われたよ、サッチ。なんでかというと、なんでだろうね。わかりませんそれがサッチースタイルということで。はい、ちょっと目が痛いちょっと目が痛い。頑張ってください。ありがとう。頑張ります。こんばんは、来てくれてありがとう。ちょっと今お目目休めタイムです。でもコメントは見てるよ。こんばんは。マミーさんと何話したっけ。あ、お話し会。あのね、話してない。何も、本当にね、さっちがびっくりしちゃって、マミーさんもびっくりしてて、あのもう、うわー、うわー、うわー、ありがとうございましたって感じだった。もう本当にね、一瞬だって
大丈夫だよ、ありがとう。こんばんは、来てくれてありがとう。そう、なんであっちがびっくりする、なんか多分自分がめっちゃびっくりしてたから、なんかおなんかうわーみたいな、なんかさ、あ相手にびっくりされるとさ、なんかこっちまでびっくりするじゃん。なんか多分そういう感じなのかなって思った。チラッ、へへへ、うひへへ。今日はカメラの角度が定まんないんですけど、許してください。ちょっといろんなとこに、ね、行ったり来たりしちゃうけど、ちょ目が痛くて。ここにここにいます。そう、多分ね、ブルーライトに弱いよね自分。こうね、ちょっとちょっと見えるそう、こういう感じ、チラッ。そうそう、スティッチありがとう。こんにちは、来てくれてありがとう。やっほー、エビもきれい、ありがとう。なんかもう嬉しい、みんなありがとうね。なんか画面にいろんなものを出すたびに褒めていただいても本当に嬉しいありがとう、本当に嬉しい。そしたらスティッチありがとう。こんばんは、来てくれてありがとう。そしたらスチスチスチありがとう。ありがとう、めっちゃ褒めてくれる、嬉しい催眠術でブルーライト大丈夫、そう、本当にしてもらいたい。そう、ブルーライトに多分弱いからさっちゃんよく寝るんだろうなって思う。なんか目がもうね、疲れちゃってね、自然に目が閉じちゃってそのまま寝ちゃうんですよ。だから私ってよく寝るのかなってたまに思ったりやばい、ありがとう、嬉しいよ。こんばんは、来てくれてありがとう。こんばんは。そうそう、私は本当によく寝るんです。ね、なんかさ、めっちゃもう 100% カットとかないかな、 100% カットみたいな。ホットアイマスク大好き。あ、なんか売ってるよね、あれを買いますよたまに超たまにだけど。サッチ見るためにありがとう、嬉しい、そんなこと言ってくれて。そう、今日はおでこを出してます。こんにちは、しけさん来てくれてありがとう。お疲れ様です、お疲れ様。おでこ配信、今日さ、これ自分の配信後で見返してみよう。こんばんは、来てくれて、自分の眼鏡94%、いいな、もう198%カットとかないかな。こんばんは、しけいさん来てくれてありがとう。初恋は、そう、今日はおでこっちです。おでこっち外すとね、もう本当に、あ、でもどう、この前髪でもさ、言うてどう、今外したらなんかどうですか、ダメですか、この前髪
さっちゃん、ステッチありがとう。かわいいよ、嬉しい。前髪の束感、確かに。いいじゃんって。嬉しい。かわいい。嬉しい。じゃあ、この前髪で。かわちい、嬉しい。学校帰りの高校生。ね、学校、高校生はね、自転車工具とね、前髪がすごいあるんですよ。お疲れ様、お疲れ様。ぼしゃぼしゃ。海帰り。結構的確だね、それ。確かに、海帰り、ある。さっちゃん、スティッチありがとう。Love you, 竹内先輩 Hold me, kiss me てれてる表情まるで年下みたい学校中の女子に人気よ明日ありがとう明日ぜひオンラインお話し会当日券ございますので皆さん来てください女子に人気よチャチャチャチュ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 ハイチュ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 ドゥドゥドゥバレンタインデーえ確かになんかさ夏フェス終わりどうなるんだろう野外ライブがね5月6日に行われるんですけどどうなるんだろうねさっちの前髪は無事生きて帰れるのでしょうか私の前髪は無事生きれるのでしょうかいやそうだよねゴールデンウィークって確かもう結構暑いよねいやーお見送りあるんだったそうだったバレちゃうそうです5月6日に野外ライブ ST482.5×3セブンスアニバーサリー東京ライブでありますお台場でやせで崩壊絶対そう結構汗かきな気がするいやでもサッチはライブ用にあのですね最強パウダーをね半年前ほどにゲットいたしましてでもまだねその買った時は真夏じゃなくってそう真夏にその最強パウダーを使うと使ってないんですよまだだから私の汗と私の最強パウダーどっちが果たして勝つのか最終決着がねつきますね5月6日にそう最終決着ですよなんかね汗なんだろうねあのパウダーんーなんかそうあのね公園でもね使ってるんですけどいつもは結構サラサラって感じなんだけど5月はもうボハボハつけます汗が勝ってほしいのみんななんでやさっちは前髪に勝ってほしいですサラサラどうなんだ男性でももちろん使えますよみんなお見送りの時前髪じゃん
確かに顔より前髪ちゃう、目線がみんなちょっと上っていうそれはそれでとてもいいです。照れてる表情まるで年下みたい、学校中のこんにちは、来てくれてありがとう、今日はありがとう、今日は素敵な芸術的な前髪ですね。ちょうどね、昨日のねアベマの番組のね企画が絵心チェックだったということで、ちょうどいいんじゃないかと思います。この前髪は ST48 3期研究生はこのようにね芸術力があったりんですよ看板来てくれてありがとう。どうなったらこんな前髪になるんじゃろこんばんは、来てくれてありがとう。サッチー来てくれてありがとう。こんばんは、来てくれてありがとう。サッチの記憶力、あ、いいんじゃないかと思われますねそう、いいんじゃないかと思われますよ。学校でもね暗記科目が得意だったので。サッチ来てくれてありがとう。人って見慣れるもんですね、この前髪でも。なんか普通の前髪に思えてきました、今日のこの前髪。皆さんはどうですかね、その前髪になりましたそうだよね、サッチーもなんかあまり違和感を感じなくなってきました、不思議なことに。照れてる表情、前髪青春感って前髪、前髪いい感じ、嬉しい、そこまで褒められると次の公演これで出ようかと迷いますね。でもねこれ多分もう一回再現することは不可能なんですよね、多分多分これ不可能な気がする、もう一回やるの。こんばんは、来てくれてありがとう。こんばんは、来てくれてありがとう。愛してる、あ、間違えたお疲れ様、すごい間違え方だけど嬉しい、愛してるって言ってくれてもうこの前髪が見ないそうだよ、もうこの前が見れないんだよ多分、もう一回再現は多分できないと思う。なんか初めて見てたっちゃう、この前髪。ありがとう、お話し会、アルバム発売楽しみ、それなー、そっちも楽しみ。 ST48 はですね6月5日にファーストアルバムを発売いたしますので、皆さんぜひチェックしてくださると大変嬉しいです、楽しいです、ファーストアルバムですよ。サチサチこんばんは、ラビュー、芸術的な前髪でしょ、そうでしょ